柏原駅は、滋賀県米原市柏原にある、東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA80。岐阜県境とは 1km ほどしかなく、滋賀県の駅としては最東端に位置する。運行形態の詳細は、東海道線を参照。1883年に建設された、当初の東海道線は、関ヶ原から山中に分け入り、 長浜に連絡していたが、大津方面への延長は、同線の途中から分岐して、現在の大見長岡に直通する線形となった。しかし関ヶ原深谷間には25%パーミルの連続急勾配が残り、難所となっていた。1899年10月に勾配緩和新線が開通し、急線は同年12月に廃止となった。 この新線区間に新設された駅が当駅である。特急、つばめ、鳩が蒸気機関車経営員だった当時は、柏原駅の通過時分を国鉄本社へ直接報告することとなっていた。遅れが発生すると乗務員は後で出席を受けることもあり、時には丸にしてくれと書いたメモをホームで監視する駅長に投げ渡すこともあったと言われる。 ホーム島式ホームにメイン4線を有する地上駅だが、通常は外側2線は使われていない。互いのホームは、個線橋で連絡している。大垣駅管理で、公益財団法人前原市シルバー人材センターが、乗車券発券業務を自宅する簡易委託駅となっている。とかは、簡易改札機による対応で、自動改札機、自動券売機は設置されていない。なお、 マルスタンマツは設置されているが、取扱いに制限がある。2015年3月改正ダイヤ時点では、通常の旅客列車は2.3番線のみ発着する。1.4番線は、貨物列車や工事列車などの対比に利用される。前原方面、大垣、名古屋方面ともに、1時間に2から3本の電車が発着し、特急以外の全種別の列車が停車する。 新快速、特別快速などの快速列車の主な行き先は豊橋駅だが一部列車において浜松駅まで運転される列車が設定されている。ホームライナー等のライナー系列車は運転されていない。普通列車は主に大垣駅までの区間列車の設定が多く、大垣駅で新快速等の快速列車に乗り継ぐダイヤとなっている。 2018年度の1日平均乗車人員は274人であり、東海道本線で最も少ない。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。駅周辺に目立った市街地はなく、駅の南側を線路に並行する形で、旧中線道が通っており、旧中線道柏らしく跡地に商店が点在している。 柏原という駅名だが、同じ漢字でも読みが異なる駅が存在する。マルス発行の乗車券では当駅は柏原と表記されて区別される。ありがとうございます。